今度はゴルソ通りから私の大好きな桃物見える小さい小道へやってきました。この小道の名前がビアデロストゥディオって見えますか？ビアデロストゥディオはちょっとこの私の持っている iPhone では見えにくいんですが、ぜひ皆さん来てください。なぜかというと、だんだん近づいていくと肉眼ではよく見えるんですが、向こう側にすごく綺麗なドゥオーモが見えるところなんですよ。残念ながらこの今私がいるところが暗くって、向こう側がとっても明るいので見えにくいんですが、だんだん近づいていくと見ることができます。ほら、だんだん見えてきました。ここからのドゥオーモって本当に小さいんです。小さい小道なんですけれども、よくこのドゥオーモの大きさが分かる道です。そしてこの周りの建物も素敵な中世の建物が囲まれていて、この青い空とドゥオーモの様子がすごく綺麗です。そしてここのビアデロストゥディオには有名なドロゲリアペイニャという高級食材屋さんがあります。ちょっと高級なスーパーという感じでしょうか。ここのトリュフペーストですとか、あとこういったトスカーナのワインですとか、ヴィンサントグラッパ、こういった割とちょっと高級なものが置いている、中は結構広いんですよ。そんなスーパーもある通りです。今からドゥオーモの方へと抜けます。こんなフィレンツェでのそぞろ歩きも楽しいですよね。ペイニャにはこういったものが売ってます。有名なイリーコーヒーですとか、ジャムですとか、マルテッリっていう黄色いねパスタ、トスカーナのラーリというところで作ってる有名なパスタだったり、ちょっと普通のスーパーでは置いていない高級食材がここにあります。さあ、だんだん近づいてきました。綺麗ですよね。ちょっとねドゥオーモに行く前に寄り道したいのがここなんです。見てください、ここって実はドゥオーモ管理組合のイタリア語でボッテガ・デル・オペラ・ディ・サンタ・マリア・デル・フィオーレ。サンタ・マリア・デル・フィオーレはここの教会の名前です。このドゥオーモの中の装飾の修復をしている工房なんですよ。中にはたくさんの円柱や彫刻が置いてあります。今でも職人さんが大切にこのドゥオーモの彫刻を守っているのがわかります。じゃあドゥオーモまでもうちょっとです。こうやって小さい道からどんどんとサンタマリア・デル・フィオーレ大聖堂に近づいていく瞬間が見えますでしょうか。近づけば近づくほどすごく大きいんです。いやー、じゃあ実際にこの次は中にご案内しますよ。さて、ドゥオーモ広場にやってきました。見てください、ジョットの鐘楼です。ずっとあるとここの上にクーポラがあります。